私ですね、ジャンボタニシの妹でございます。この度は兄が畑で米を食べてしまい、農林水産省の方に苦言を呈されてしまって大変申し訳ございませんでした。ジャンボタニシとしてこの日本という国に来まして、この国は素晴らしいということで、今回迷惑をかけてしまったことに関して謝罪をするために、ジャンボタニシ一同靖国神社に参拝してきました。で、そのついでに東京ディズニーランドに行ってきました。この国は素晴らしいので、在来のタニシと一緒に頑張って共存していけたらなと思います。日本中血宮中等の寄生虫、これは薬を飲んで何とかしていきたいというふうに思ってます。